このアイスコーヒーの味わいは本当に専門店、喫茶店で出てきても全くおかしくないぐらいめちゃくちゃ美味しい仕上がりになります。はい、ではこちらサーバーに氷を入れてきました。180のところまで注いでいただければ、もうあとは抽出が終わるのを待つだけです。めっちゃ簡単。うん、香りもしっかりすごいすっきりしてて甘みもあるし、糖度的にもちょうどいいですね。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回紹介するのはめちゃくちゃ簡単にしかも美味しいアイスコーヒーの作り方をご紹介します。今回使う道具ですけれども、普通のドリッパーではなくてこちらを使います。以前レビューさせていただいたオクソーのオートドリップコーヒーメーカーを使用します。コーヒーメーカーって名前ですけれども、ドリッパーと少しずつお湯を垂らしてくれるあのパーツがついているドリッパーですね。これを使うだけでもうお湯を注いだだけで簡単に美味しいアイスコーヒーができます。そのレシピと一緒に作り方をご紹介したいと思います。だんだん暑くなってきましたので、これからアイスコーヒーの季節だと思います。この器具のレビュー動画を見て購入された方や、これを見てちょっとアイスコーヒー今年は自宅で入れてみようかなと思っていただければ幸いです。それではやっていきましょう。それでは早速作っていきたいと思います。今回使う道具がこちらですね。オクソーのオートドリップコーヒーメーカーです。構造はこちらですね。この商品の詳細などは以前作った商品レビューの方をご覧ください。こちらですね。簡単に構造を説明すると、形はこちらですね。台形で4杯分のドリッパーで、穴が1つ開いているものがあります。で、その上に乗せるような形でぴったりはまるように、このお湯を注ぐお湯受けみたいなのがついています。こちらにペーパーと粉を入れて、これを乗せてお湯を規定の量を入れれば自動的に抽出されるというものですね。このお湯受けに関しては小さな穴がこのように開いてますので、これによってお湯を注ぐ量を自動でコントロールして抽出してくれるというものです。で、以前レビューした時にはホットコーヒーめちゃくちゃ美味しく入りました。手間いらず技術いらずで美味しいコーヒーができるということで、これ非常にいい道具だなと個人的にも思っているんですが、これを使ってアイスコーヒーを入れるという感じです。ではやっていきましょう。まずはサーバーですね。で、サーバーの中にはまず氷をたくさん入れてしまいます。はい、ではこちらサーバーに氷を入れてきました。少ないと冷え切らないので多めに入れていただくのがいいと思います。出過ぎたとしても溶け残って氷がそのまま残っているので、そのままグラスに注いでいただければいいのかなと思います。まずサーバーに氷を入れますね。で、ドリッパーの方にペーパーを乗せます。使うのはこの台形のペーパーで4杯分のサイズですね。互い違いに折ってはめます。こんな感じですね。そうしたらコーヒーの粉を入れていきます。で、今回使う分量なんですが、コーヒー豆 20g でお湯を 360ml、 これがホットコーヒーの推奨の量なんですが、今回は注ぐお湯の量半分にして 180ml 注ぎます。ですので、コーヒー豆はまず 20g です。こちらですね、 20g 引いてあるものです。使う豆は焙煎が深いタイプがいいと思います。今回はニフコーヒーの深入り、ガテマラのアンティグアのコーヒーを今は焙煎していますが、今回はこれを使います。これをタイムモアの C2MAX、 こちらですね、いつも通り22クリックで引いてあります。なので中引きで 20g、 焙煎が深いタイプの豆ということになりますね。こちらです。で、こちらを準備できたら、このお湯受けを乗せてお湯を注げば完成という感じです。それではお湯を注いでいきたいと思います。こちらのお湯受けのところにはですね、目盛りがちゃんと入っておりまして、この180ですね、ここの線まで入れていただければ OK ということで、もう沸きたてのこのやかん、こちらから180のところまで注いでいただければ、
これで OK。 もうあとは抽出が終わるのを待つだけです。まあ、ちょっと上に上げてみるとこんな感じですね。ポタポタとお湯が垂れています。使う豆の量に対して注ぐお湯の量、こちらを半分にすることによってかなり濃い液体ができます。でその濃い液体が抽出されたところにすぐに通りで冷やすのと薄めるのを同時にするということで、まあ、いわゆる急冷式のアイスコーヒーという感じですね。今回注ぐ量 180ml 注ぎましたが、まあ、240ml この辺まで注いでもいいかもしれないですね。ペーパーフィルターとコーヒー豆がお湯を吸いますので、こちらでも大丈夫です。なので、まあ、大体この辺あたりにお湯を注いでいただければ、もうちょうどいいぐらいの濃度感に仕上がってくれます。で、これを下からはまた垂れてますね。まあ、上のお湯がなくなったとしても、このドリッパー内のところにまだお湯が残っていて、それがゆっくりゆっくり抽出されるような設計になっていますので、それがこのオートドリッパーのいいところなんですね。お湯をかける量をこれでコントロールして、しかもドリッパーの出口も一つ穴ということで、ここである程度せき止められて、このドリッパー内にお湯が溜まって抽出がちゃんと進んでくれるという感じで、最終的な仕上がりもいい塩梅に仕上がるという感じです。で、これのおしまいなんですが、まあ、大体このポタポタっていうのが途切れるところまでやってくれればいいですね。まあ、大体これぐらいでおしまいですね。そしたら完成です。で、氷の入ったグラスのところに出来上がったコーヒーを注ぎます。これで完成ですね。めっちゃ簡単。粉入れてお湯入れるだけで、それに氷を注ぐという感じですね。まあ、早速いただいてみます。うん、香りもしっかり温度が高いお湯で抽出しているので出てますね。うん、すごいすっきりしてて甘みもあるし、やはり急冷でやることによって香りも甘みもしっかりと残ります。で、濃度的にもちょうどいいですね。本当にアイスコーヒーにぴったりの濃度感で仕上がるので、手軽にアイスコーヒーを入れたいなと思っていらっしゃる方は、このオートドリップコーヒーメーカーとセットで試してみるといいと思います。皆さん、このオクソーのオートドリップコーヒーメーカーで作るアイスコーヒーいかがでしたでしょうか。非常に手軽にできます。しかもちゃんとお湯を使って適切な抽出をしているので、めちゃくちゃうまいです。これほど手軽にできて美味しいアイスコーヒーができるので、もう、まあ、本当にこれはおすすめ。このレシピで作るとだいたい2杯分ぐらいできるので、まあ、1杯分はすぐ飲んで、もう1杯は冷蔵庫に入れとくとか、お二人で飲むんだったらちょうどいい分量でできると思います。まあ、先日アップしたこの水出し器具と比べても、まず抽出するお湯の温度が違うので、圧倒的に香りの量は多いです。しかもペーパーフィルターでこしているので、ちゃんと微粉とかのざらつきもなくて非常にクリアな味わいですね。まあ、手軽さで言えば多分これめちゃくちゃ手軽な分類だと思いますが、このアイスコーヒーの味わいは本当に専門店、喫茶店で出てきても全くおかしくないぐらいめちゃくちゃ美味しい仕上がりになりますので、まあ、これ持っている方はぜひやってみていただきたいなと思いますし、手軽にアイスコーヒー楽しみたいなという感じでしたら、まあ、水出しはつけっぱなしで簡単にできるっていうのはそうなんですが、もう味のレベルがやっぱり全然違うので、しっかりお湯で抽出するこの道具を使って入れる、このやり方いいと思います。皆さんもぜひ参考にしてみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒー応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録やご質問や何か動画のリクエストなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。